テレビアニメ転生賢者の異世界ライフ、セラハッパ役のクオエリサです。お願いします。はい、そしてスラパッチ役のカンヌマイです。お願いします。どどん、はい、クオゲーム。おー、クオゲーム、パフパフ。おー、何ですかそれは。こちらはですね、うん、私クオンは今韓流ドラマ、韓国ドラマにドハマりしているということで、2021年にめちゃくちゃ流行りました某ドラマならぬクオゲームを開催したいと。うわー、ちょっと怖そうだ。今日は怖くない。よかった。命がけじゃないよ。よかったです。ではこれからですね、私とマイマイが誰もが知っているゲームに5本挑戦していって5本勝負していきます。はい、そして勝利数が多かった方が勝ち、こちら少なかった方が負けということで、負けた人にはなんと罰ゲームがあるそうです。やだー、勝たなきゃ。では早速やっていきましょう、うん、イエイ。1本目のクオゲームはこちら、はい、黒ひげ危機一髪。イエーイ、言わずもがな、黒ひげを飛ばしてしまった方が負けとなってしまいます。はい、では早速じゃんけんで負けた方が先行です。はい、よしよし。スライムじゃんけん。ちょっと待って、ごめん、もう心の準備はできた。スライムじゃんけん、じゃんけんぽい。あ、勝った。カンの勝ちました。じゃあ負けたエリサが先行です。いきます。はい。わ、でも何もわかんないもんね。そうだね、うんだもんね。そうよ。でもこれ当たったら痛いと思う。ちょっと構える。あ、大丈夫だった。よかった、セーフ。じゃあ次カンヌがいきます。怖いよ。どのぐらい飛ぶかわかんない。ほら、よっしゃー、バッチリ。結構 S なの。え、そんなことないよ。痛めつけるみたいな。勢い勢い。おいしいしいしい。じゃあ私また黄色で隣。おりゃ、おー、バッチリ。でもこれってどのぐらい飛ぶの。え、そんなの。ちょっと待って、今スタジオの天井気にしだしたよ今。なんかことはないでしょ、ね、飛ぶあれが分からなくてさ。いや、あー、まだまだ、ちょっとどうかな。じゃあ全然行ってない、こっち。おりゃ、おー、平気。これ一番かわいそうなの黒ひげだよね。そうだね。ドキドキ、じわじわ。一番ドキドキしてる黒ひげだよね。よし、大丈夫だった。オッケー。あれ、なかなかいかないですね。ちょっとヒートアップします。スピードアップみたいな。スピードアップしましょう。いけいけ、えい、いけいけ。おりゃ、いけいけ。おりゃおりゃ、こう言ってると絶対飛ぶんだよ。ちょっと今怖かった。いけ、よし、うん、うん、うわー。待って、結構びっくりした。ごめんね黒ひげ。やったー。ということでこの勝負、マイマイの勝ち。イエーイ。だだだ、すごい悪いねこれ。ね、それでは2本目のクオゲームはこちら、ピンポンリフティング。イエーイ。こちらはですね、うん、卓球ラケットの上でピンポン玉をより多くリフティングできた人が勝ちになります。はい、100回くらい、なんかね、さっき話では行くんじゃないの。そうそうそう、すごい期待されてるの、ね、私たち。じゃあ100回目指していきます。エリサの挑戦お願いします。お願いします。ここら辺でやるか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、
かも。いやすごい、いい汗かいた。これはスタンディングオベーションです。ちょっとスタッフさんからのストップが入りまして、もう100以上ということで、すごい、前前本気出しちゃった。え、やばい、ちょっと缶の3秒で終わる予定だったんです。ほら、負けず嫌いの血が騒いじゃった。すごいよ。え、卓球やってた。うん、高校の体育以来だよ、触った。本当に。じゃあ私もそんなもんだから頑張らないけど。いけるよ、私ができたし。頑張ります。よし、ではマイマイの挑戦お願いします。はい、1、2、3、4、5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 
のクオゲーム参りましょう。4問目のクオゲームはこちら、親指ゲーム。おー、こちらはですね、異性の性とか指スマとか呼ばれるゲームなんですけど、まあ、ルール説明は、まあ、みんなわかるよね。そうだよということで、早速やっていきましょう。はい、こちらはじゃんけんで勝った方が先行です。お、スライムじゃんけんだね。スライムじゃんけんだね。よし。さあ、さっき負けちゃったし頑張るぞ。私も負けないぞ、いくぞ。スライムじゃんけん、じゃんけんぽい。あー、負けたということで、エリサからクオからいきます。はい、一星のせい。うん、一星のせい、なんとか、うん、よし、じゃあ、いきますね。うん、よし、一星のせい、3。わあ、ちょっと待って、早い。あ、ちょっと今日持ってるんじゃない。やばいやばい。行くよ、うん、一星のせい、1。うわあ。待って待って、やばいやばい、これやばい流れ来てるって。よし、待って。ね、わかってるよね。え、なんかすごい圧力をかけられてる。それで終わったら早すぎないかなって。うん、わかったよ。よし。よし、一星のせい、1。負けず嫌いが出ちゃったのかもしれない。すごい、さすが。ちょっとタイトルにクオってついてるのがある、ね、これは紛れもなくクオゲームですね。クオゲームですね。素晴らしい。イエーイ、すごい、エリサが勝ち。ということで、はい、次は4本目のクオゲームに行きたいと思います。4本目のクオゲームはこちら、番犬ガウガウ。いびきかいてますね。怖いよ。こちらは、はい、眠っているカオガオの前に置かれた餌をですね、ガオガオを起こさないように、うん、そーっと取っていくゲームです。怖いね。怖いね。取らないといけないこの骨ですね、こちら餌ですね、うん、こちらのカードで決まるそうです。うんうんうん、これはじゃんけんで負けた方から始まるよ。めっちゃ言ってくれる。ちょっと、いつ起きるか怖くてね。小声でスライムじゃんけんしよう。スライムじゃんけん、じゃんけんぽい。弱すぎってスタッフさんに言われたらどうしよう。今日ダメかも。今日はちょっと私がね、いっぱい勝っちゃってる。え、ちょっと応援してください皆さん。はい、どうも。はい、じゃあ負けた方から、はい、あ、そっか、勘のからね、前もから、うん、カード。いきます。え、怖いんだけど。パン持ってるかもしれんな。パスです。持ってるわ。よし、じゃあ一席ね。カード取る時から怖いね。ね、骨付き肉だって。骨付き肉ある？ある。結構ちょっとした、ね、こっちにあるよ。気をつけて。結構危ないよこれ。え、もう私負ける気がする。いや、いける、頑張れ。え、だってさ、こっちに取る。ね、こうやって取る。どう取ればいいの。頑張れ。素晴らしい、素晴らしい。あ、音か
関係ないですからね。でもこんないびきかかるから声になっちゃう。ねえねえ出てるんだもん。絶対怒るもん。はい、行きますね。次各色1本ずつ。いや、3… え、4本？うん、4本も取んなきゃいけない。ちょっとこれ終わった気がする。じゃまずね、黄色から近いので、うんうん、あー、怖い。赤、白、青ね。白と青、白と青。もんだよ。慣れたもんなんだけどね、うん、埋まってるのよ。ね、この黄色が結構やばい気がする。本当に動くし、動き証拠が笑わせないでちょっとエリサ持ってるね笑いの方を持ってますね。お腹痛いよ。では早速5本目
目のクオゲームに参りたいと思います。はい、5本目のクオゲームはこちら、山手線ゲーム。いや、ここまで2対2ということで、本当にこれで勝負が、そう、決まる。いやー、頑張らなきゃ。あのさ、エリサ山手線ゲーム知らなかったんだよね。ねえ、なんでバラすの。ごめん昨日一生懸命予習してきたのに、予習してきたのも違ったっていうオチなの。なんか山手線を順番に覚えてくれたらしくて。そうなの。えらい、方面が分かんないから、神田、東京、秋葉原とか、えらい、ね、勉強してきたの違うんだってね。駅名順番じゃないって言われてさ、ね、順番じゃなくてもいいんだよ、確か。怖いわ、山手線ゲームが怖い。ね、だからちょっと絶対勝たないと、これは。お題柔らかめ、はい、失礼しました。優しいといいね。じゃあじゃんけんを、最後のスライムじゃんけんしよう。はい、スライムじゃんけん、じゃんけんぽい。じゃんけん弱い。かんの勝った方が先行なんですって。はい、やろっか、早速、うん、頑張りましょう。頑張ろう。はい、じゃあもうそうだよ、エリサが言わなきゃいけないんだから、わかんないから、もう行っちゃいます。はい、クオンから始まる、イエーイ、山手線ゲーム、イエーイ。お題、都道府県名。北海道。違う。パンパンね。せーのパンパン、北海道。パンパン、青森。パンパン、岩手。パン、東京。パンパン、沖縄。神奈川。パンパン、鳥取。パンパン、熊本。大阪。京都。パンパン、奈良。愛媛。パンパン、和歌山。静岡。パンパン、鹿児島。神奈川。あー、痛い目。ちょっと、言わなくていいのに、ずっとパンパイ。面白かったね。パンパイいるんだね。いや、これはすごく知らなかった。北海道って言っちゃった。そう、北海道。面白かった。めっちゃ笑っちゃったよ。ということで、はい、勝者は参照した私です。すごい、すごかった。もう最初からすごかったもん。いや、でもほぼ最後の最後までわからなかったから。そうだね。今回は負けてしまったマイマイに罰ゲームなんですけど、何？今回の罰ゲームはウィンク5連発です。彼女実はウィンクができないってね、まあ、あの前 YouTube でお話しさせていただいたんですけれども、なので、まあね、その罰ゲームはいかがなものかと思うんですけど。わからないの。はい、私が見たいもん。出た。そんな。でもね、ちょっとこの、あの、お休み期間で練習したんですよ。あの、TikTok とかを得てね、うん、私はちょっと頑張ろうと思って。じゃあ練習の成果をあちらのカメラに向かって、はい、ウィンクをお願いします。いきます。わどうで、できてたよ。うん、お、やったなんじゃこれ。美味しい5連発いただけました。いや、もう私ダボロだよ、メンタル。やめてやめて、元気出して、元気出す。ということで、うん、以上、スラハポ役のクオエリサとスラパッチ役のカンナマイでした。バイバーイ。